U23 アジアカップは日本の優勝で幕を閉じたわけだけど、一方の韓国はオリンピック出場を逃して大変だな。そうなのよね。しかも各方面で派手にいってるみたいで、今回はその件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってね。ではやっぱりなんと言ってもまずは U23 アジアカップだよな。日本は頂上制覇、韓国は衝撃的な敗北、日韓の明暗に母国報道目標達成できず。 U23 日本代表は現地時間5月3日 U23 アジアカップの決勝戦で U23 ウズベキスタン代表と対戦し、1-0で勝利した。2度目の大会制覇を果たした中、韓国メディアは日本が優勝、韓国は衝撃の敗退と日韓の明暗に言及している。わかりやすいほど明暗が分かれたわね。正直、韓国に負けた時は激おこぷんぷん丸だったけど、これが結果的に良かったな。大きなターニングポイントとなったわね。直接対決によって日本はカタール、韓国はインドネシアとなり、ここでそれぞれオリンピック出場と敗退が決定した。そして大会を振り返った時に、もちろんそこが一番のターニングポイントではあるんだけど、仮にインドネシアに勝っても次がウズベキスタンだったんだよな。それなのよね。決勝でやった感じだとめちゃくちゃ強かったし、やっぱり日本は2位通過したのが本当に大きかったと大会を振り返って思うわ。韓国は日本に勝った時に生きりまくってたからな。そこからの展開は最高に笑えて気分良かったぜ。韓国メディアマイデイリーは韓国に負けた日本が優勝、韓国に勝ったインドネシアが4位、韓国はまさかの敗退と見出しを打ち、日本はグループリーグで韓国に敗れたものの、挽回して頂上制覇に成功したと、日本のアジア杯制覇について言及した。また、韓国は準決勝にも進めなかった。準々決勝でインドネシアに衝撃的な敗北を喫し、荷物をまとめた。大会連続10度目の五輪出場を目指したが、目標を達成することはできなかったと母国のベスト8敗退について指摘をした。このメディアはまだ自国への皮肉って感じだけど、大量に韓国に負けた日本というワードが使われていて驚いたわ。やっぱり韓国だなと。なんで敗退したのか絶対わかってないよな。そうやって日本ばかり見て、インドネシアを見下していたからでは？こっちからすると、韓国に負けた日本。はい。だから何？って感じよね。だって目的はオリンピック出場。そして次に優勝だから。違和感しかないよな。未だに韓国に負けた日本。言ってて虚しくならないんかね。オリンピック出場を逃すというとんでもない事態の割には、どこか余裕よね。ギャーラー騒ぐけど、根本的にずれてる。U23 アジアカップで韓国から様々な反応があったけどさ、その中で韓国スポーツ界全体の没落もかなり報じられていたよな。そうなのよね。韓国は球技を中心にオリンピック出場できるものが激減していて、スポーツ界全体の没落が目に見える形で出てきてる。サッカー界も U23 だけじゃない。衝撃の7発被弾、 U17 韓国女子サッカーに母国悲観、米国人を父に持つエースフォワードも沈黙。7発。野球かな？インドネシアで開催されている U17 女子アジアカップ杯のグループリーグで、U17 韓国女子代表は5月6日に北朝鮮と対戦。0-7と圧倒された試合を展開し、初戦を落としている。母国メディアも1点も奪えなかったと衝撃的なスコアを伝えた。今大会は日本を含む8カ国が参加。3つのグループに分かれ、各組上位にチームがトーナメントへと進む。ドミニカ共和国で開催予定の U17 女子ワールドカップダブル杯の予選も兼ねており、アジア杯の上位3チームが出場権を獲得できる。またアジアカップで行ったわけですね。それもよりによって北朝鮮相手に、しかもインドネシア開催か。運命を感じるな。このまま敗退してもらいたい。しかし北朝鮮の女子は毎回バチクソ強くて草生える。もうこのスコアだと対等ではないわね。格上と格下。それでもなかなかこのスコアにはならないけど、サッカーで7-0だとプロとアマチュアくらい差があるよな。埋めようのない差だ。でもまあ、韓国の女子っていつも北朝鮮に負けてるもんな。グループ A の初戦で韓国は北朝鮮と対戦。試合は一方的となった。北朝鮮ミッドフィルダージョン・イルチョンがハットトリックを達成。フォワードホ・ギョンの2ゴールも含む北朝鮮が7発の快勝を飾る。韓国は得点を奪うことができなかった。韓国の総合ニュースサイトニュースウィキは初戦の北朝鮮との対決では攻守で劣勢を見せた。7失点も許してしまったと報道。2023年の女子ダブル杯において A 代表にも選出された若きタレントフォワードケイシー・ユジンペアも出場したが沈黙したと無得点に終わったことも伝えている。父がアメリカ人、母が韓国人のケイシー・ユジンペアは、女子ダブル杯史上最年少出場記録を更新し話題を呼んだ注目選手だった。もうこの点差だとフォワード陣やどの選手がどうのこうのって話ではないわね。韓国の場合は戦犯探しするからな。U17 でも容赦ないし心配だ。また韓国メディアニューシスも韓国チームが完敗したと嘆く。この年代で最も強いとされる北朝鮮の完成度に脱帽しつつ韓国の歴代最高成績は2009年大会の優勝だ。
このチームは翌10年に韓国サッカー史上初の U17 女子ダブル杯優勝も手にしていると、14年間タイトルから遠ざかっている点も挙げた。個人的にはタイトルから遠ざかっていると伝えたいのではなく、過去の栄光を持ち出して自尊心を保とうとしてるように見える。これが韓国を取り上げすぎた饅頭の末路ですよ。わかりたくなくても韓国の考えがわかってしまう。韓国史中央日報は1点も奪えなかったと無得点の攻撃にも言及。北朝鮮を相手にしたゴールも入れずに惨敗したと伝えつつ2010年以降、U17 ダブル杯決勝トーナメントから遠ざかっている。18年はグループリーグ敗退、22年は本戦出場さえも逃したと厳しい現実を指摘していた。韓国は9日にインドネシアと、12日にフィリピンと対戦する。屈辱の結果を覆しトーナメントへ進むことができるか。B 組の日本とは、両者が勝ち上がれば激突する可能性がある。いやらしい話、北朝鮮とは当たりたくないから韓国と当たりたいのよね。北朝鮮には大敗したけど、さすがにインドネシアとフィリピンには負けんだろうしな。決勝トーナメント初戦は勝てばワールドカップ出場。負けると3位決定戦で決めることになる。できれば北朝鮮以外と当たりたい。となると1位通過ね。だな。ところで気になるんだけど、日本はこの大会どんな感じなんだ？日本は中国、オーストラリア、タイと同グループとなったわ。なんかきつくね。上位2チームが突破だよな。女子サッカーあるあるなんだけど、参加チームが少ない分、強豪2チームと3チームで分かれるのよね。日本はハズレを引いた感じ。グループステージに関してはね。まあでも、逆に言えば中国かオーストラリアとは決勝トーナメント初戦では当たらないってことでもあるもんな。不思議な話になるけど、むしろ今回はグループステージの方が大変かもね。決勝トーナメント初戦は最悪負けても次があるけど、グループステージで1敗すると敗退の可能性もある。でも初戦の対戦は 4-0 快勝だったよな。シュートも31対0だし、やっぱり日本は強い。強いのは間違いないんだけど、数字の割には日本は攻めあぐねて、お世辞にもいい試合とは言えなかったわよ。キーパーが正面のシュートをミスしてゴールにしてくれたりとかあっての 4-0 だし。そうなんだ。てっきり記事とか見ると快勝したのかと。アンダー世代あるあるね。試合見てない人多いんだから、その辺ちゃんと伝えないと。力の差は確かにあったんだけど、前半0-0だし、タイが想像以上に弱くない。フル代表も、U23 でも感じたけど、女子も同じくその辺の国が急成長してるんだな。そう。だから油断してるとやられるわよって話。韓国もフィリピンがインドネシアに6-1で圧勝してるし、案外ここでやらかす可能性もある。なるほどな。実際に試合見たりしないとわからない部分だよな。油断してはいけない。日本も気を引き締めないと。ってことで最後は SQ スターについて。先のチャンピオンズリーグ CL 準決勝第1レグは、韓国代表の2選手にとって悔しい結果となった。母国メディアも嘆いている。まず、バイエルンのディフェンスキム・ミンジェは、2-2のドローに終わったホームのレアル・マドリー戦に先発出場するも、2失点に関与。24分にブエニシウス・ジュニオールに裏を取られ、先制ゴールを決められると、逆転して迎えた82分には、ペナルティエリア内でロドリゴを倒して同点弾となる PK を献上してしまった。トーマス・ヘル監督からは2つとも貪欲すぎた残念ながらミスと叱責され、同僚のトーマス・ミュラーからも激怒されるなど、またイスでリフトの怪我で回ってきたチャンスを生かせなかった。一方、パリ・サンジェルマンのミッドフィルダーイガン・インはドルトムントに敵地で0-1と敗れた試合で出番なし、劣勢の展開にもかかわらず、泳ぎがかからなかった。キム・ミンジェは出番が少なくなってきて、評価がよろしくない状況で一番大事な試合で全失点に絡む。悪夢だな。イガン・インも状況は似てるわよね。この展開で出番なしというのが、韓国メディアスポーツ朝鮮は、韓国選手に悪夢になったチャンピオンリーグ準決勝と見出しを打ち、こう伝えている。まさに選手を守らなければならないヘル監督が先頭に立って非難するのに忙しかった。もう一方では、イガン・インが全く存在感が消えた。試合に負けている状況でも準備さえさせてもらえなかった。同メディアは所属チームが準決勝まで勝ち上がったおかげで、ヨーロッパ最高のステージで自分たちの実力を証明する機会を得たが、第一レグの結果は失望だった。キム・ミンジェは先発で出たが、戦犯という声が出ている。イガン・インは出場できず、批評の対象にも入らなかったと悲嘆している。二人とも加入からずっと評価がよろしくなく、さらに最近は出場も減っている中でこれだもんな。そしてイガン・インはセカンドレグあったよな。韓国メディアが言うには絶大な信頼と評価をされていたが、突然出番がなくなったとのことだけど。まあ、それはそれとして。セカンドレグは、現地時間5月7日に開催されたチャンピオンズリーグ CL 準決勝第2レグで、パリ・サンジェルマンがドルトムントとホームで対戦。0-1で敗れ、決勝進出の夢がついえた。母国の至宝イガン・インが決勝進出を逃し、韓国メディアは落胆。出番がなかった第1レグに続き、第2レグでも76分と遅い時間帯の投入だったため、不満を隠せない。スポーツ朝鮮は秘密兵器イガン・インは輝いたが、14分は短すぎた。最悪の不運。枠に強打しただけでも6回だと報じた。
韓国代表ミッドフィルダーの出来については、イガンインは投入後、前線で絶え間ない動きでチームを活性化させた。イガンインの鋭いキックは光っていたと称えた。同じく、韓国のフットボリストはイガンインの交代カードをくれた PSG がチャンピオンズリーグ決勝進出失敗と皮肉混じりに伝えている。現実を受け入れることができていないようだな。ということで各方面から行きまくってるのがよくわかったわね。本当に短期間でいろいろありすぎだよな。韓国が深刻なのは下の世代が男女ともに怪しいことだな。今が悪くても将来期待できれば全然違うんだが。それね、韓国メディア自ら指摘してきた部分でもあるけど、一部のエリートに頼る育成はもう限界が来てるのかもね。韓国は大きな決断、転換点にいるようだな。このまま没落してくれると静かになってこちらとしてはありがたい。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回、オーニーポー。